内原訓練所の日輪社日輪兵社は、1938年から茨城県内原町にあった、万毛開拓青少年理由軍訓練所において、宿舎と教室を兼ねた建物として、多数建設された木造1階、内市2階建ての円形の建物、及び、それを模して日本各地に建てられた同様の形状の建物。短期間で容易に建設でき、 大人数収容できたことから、戦時下に同義遊軍の訓練生の手によって訓練所内に何百棟と大量に建てられた。万毛開拓青少年義勇軍を象徴する建物とされ、万毛開拓青少年義勇軍に関わる様々な文章の中で言及される。現存する事例は少なく、残されたものは近代解散内し、近代戦争以降として保存が取り組まれている。 加藤幹治が初代所長となった万毛開拓青少年義勇軍訓練所には建築家小賀博との設計による日林兵舎が開設当初でも100頭近く建てられていた。開拓訓練生の共同宿舎兼教室として建てられた日林兵舎は標準型で一棟におよそ60人を収容できる宿舎であるが建築の素人である訓練生が自力で建てられる。 ことを念頭に設計されており、建設費用も抑えられていたという。円形であるため建物に方向というものがないことは、部材の単純化にも役立ち、60人でかかれば1日で、日輪弊社一棟を建てられたという。当時の記事によると、素人の少年40名で、即日一棟完成でき、当時中流住宅の建造費が、 ツ単タ約100円のところ日輪兵舎は10円で済んだという。また日輪のモチーフは天皇崇拝との親和性も高かった。内原訓練所内には終戦時までに347棟の日輪兵舎が建てられていたとされる。内原の日輪兵舎を日の丸兵舎と呼ぶ向きもあったようで一部の新聞記事では日輪に 日の丸とルビを振っている例が見出される。得意な姿が注目され、ニュース映画で報じられたほか、小説、演劇、歌などの題材にされた。戦後、内原の日輪兵舎は徐々に解体撤去され、オリジナルは残っていない。内原町郷土市、紀流軍資料館には、屋外展示として復元された一棟がある。公案、設計した。 小賀広人は1893年に熊本市で生まれ、地元の中学を中退して16歳で、満州に渡り、満鉄入社、その後第六師団の観光派遣隊を経て、帰国後大阪高等工業学校で建築設計を学び、満州国軍西部と関東軍の食託を務めた後、満蒙開拓青少年義勇軍に関わった。 日輪兵舎の着想のルーツは1932年で、内原訓練所以前にも法天軍司令部の遠慶兵舎、友部国民学校の日輪兵舎、三考省尿側の日輪兵舎のほか、関東軍営舎などで試作的建築を重ねた。内原で建築班主任を務めた渡辺亀一郎は1937年の小賀の、 呂川日林弊社建設から参加した。渡辺は1896年に山形県東大北間郡和田村に生まれ、この F 票除退後に加藤勘治が所長を務める山形県自治公衆所に入所し、終了後は農業に従事、その後加藤勘治が校長を務める茨城県の日本国民高等学校の職員となり、小賀のもとで建築の技術を学び、 内原訓練所の建築主任となった。本来建築の知識はなかったが、熱心に研究を重ねて改良を加え、特管工事で多数の日輪弊社を建設することに献身したが、1938年3月の完成直前に急性した。日輪弊社の出現は、その得意な形態ゆえに建築関係者の注意を引き、解消後まもなく著名な建築学者らが、 内原訓練所を訪問した。1938年6月に見学した建築家の岸田秀とは最も早い時期に訪れた一人で、同年8月発行の国際建築士に見聞記を載せ、その独創性を称えた。鏡村の日銀社内原訓練所の象徴的存在であった日輪弊社は、円筒の建物に円錐の屋根という独特な形状から広く、 知られるようになり、やがて全国各地の学校、教育関係団体、移民関係団体などが、これを模倣した建物を建てるようになっていった。内原の日輪弊社を模した建物の建設は、北海道から九州まで広く各地で行われ、その過程では、日輪社や日の丸道場、発行者などの衣装が付けられることもあった。建物の使用目的が異なるため、 内原訓練所の標準型の完全なコピーとは異なるものもあるが全国約30カ所にあったことが確認されている。直接、万望開拓と関係がない場合でも地域の青年団などが収容の場となる建物を日輪兵舎の形式で建てることがあった。岐阜県稲葉郡、鏡村にかつて存在していた日輪社は隣接地に工場を構えていた川崎造船所が 儲けた少年のための修練道場であった。山形県最上群金山町のカムロ農場跡地に残されている日輪車は、岸農産育成会が満州へ渡る青年に農業訓練を施す目的で1943年に開設したカムロ修練農場の教室兼寄宿舎として建てられた。中央の土間を囲んで、板敷空間2層を配置する構造は、 内原と共通するが、健康は高く、建物の直径も大きかった。戦後は、農場の作業小屋として使用され、タバコの葉の乾燥などにも用いられたが、現在は、リクリエーション施設のイベント会場となっている。長らく運営と管理を続けてきた、特定非営利活動法人、カムロファームクラブは、令和2年5月の総会をもって解散。以降は、 社会福祉法人日まりが施設の運営を行っている。山形県薬味郡高瀬村の西山農場にあった日林弊社は戦後1946年に石原幹事の思想に共鳴した個人が別の場所にあった建物の古材を使って建てたものとされ、石原夫妻やその思想に共鳴する人々が当地へ入植し宗教的コミュニティを形成していく過程において、 西山道場、日輪行動とも称され、修練道場として重要な役割を果たした。ただし、松山薫の調査により、東亜連盟の機関し、東亜連盟に掲載された記事や、鶴岡市郷土資料館に残された、当時の石原の書簡から、実際には1944年の建設である、可能性が高いと指摘されている。日輪弊社は、その後、 もっぱら日輪行動と称されるようになり、1954年に当時の石原家住宅隣接地に移築の上で一部が改築された後、1981年に湯沢町が提供した国道7号に面した現在地へとさらに移設された。長野県南安住郡から菅川村に建てられた2階建ての日輪弊社は長野県南安住農学校の実習場の一角に、 地元の宮大工省、三田組によって、生徒たちも動員して建てられた。第二次世界大戦中の1943年1月に寄港するが、戦時中の物資不足などから工事が進まず1945年5月に完成した。この建物は、正式には、日輪社と名付けられ、日輪商社あるいは、修練道場とも称された。3万円の建築費は、 中国大陸にわたって事業を成功させていた道具に有明村出身の丸山正の寄付を主に同窓会が協力した。当初は宿泊所として建てられたものの十分に使用されてはいなかったが、内原式の粗末なものと異なり、材料志向とも入念にできていると評され、保存されてきた。現状では元々の板吹きが、 鉄板武器になっているが、2009年には登録有形文化財に登録されている。吹き抜けのある内原訓練所の日輪車と異なり、2階全面に床が張られている。石川県鹿島郡滝尾村に建てられた1階建ての日輪車は直径11.24メートルと標準的な規模であり、1940年大連で成功した村出身者の寄付により、 生徒も建設に参加し、小学校の隣接地に建てられたという。この施設では、万望開拓青少年義勇軍への参加者を育成する目的で合宿訓練などが行われた。2013年に待ちして有形文化財となった。ありがとうございます。